ジョン・スコット・モリスはメジャーリーグベースボールの元選手。ポジションは投手。アメリカ合衆国ミネソタ州セントポール出身。右投げ右打ち。背番号47はタイガースの永久欠番。1976年の MLB ドラフトでデトロイト・タイガースから5巡目に指名を受け入団。1977年7月26日のシカゴ・ホワイトソックス戦でメジャーデビュー。 1979年は5月から先発ローテーションに定着し9月19日のボルチモアオリオールズ戦でメジャー初完封を達成するなど17勝7敗防御率3.28を記録50日間に及ぶストライキでシーズンが短縮された1981年は7試合連続完投勝利を挙げるなど好調で自身初のオールスターゲームに選出され先発投手を務めた 14勝7敗、防御率3.05を記録し、デニス・マルティニス、ピート・ブコビッチら3人と並んで、最多勝利のタイトルを獲得。サイヤング賞の投票では3位に入った。1983年は20勝13敗、防御率3.34、232奪三振を記録し、最多奪三振を獲得。293.2イニングと18冒頭も、 リーグトップだった。サイヤング賞の投票では3位。1984年は開幕から絶好調で4月7日のホワイトソックス戦でノーヒットノーランを達成するなど5月終了時点で10勝1敗、防御率1.88をマーク。開幕40試合を35勝5敗、勝率857という驚異的なスタートダッシュを切った。 チームの原動力となり、2度目のオールスターゲームに選出される。後半戦でペースダウンしたが19勝11敗、防御率3.60を記録し、チームは2位に15ゲーム差をつける圧倒的な強さで12年ぶりの地区優勝を果たす。カンザスシティロイヤルズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第1戦に先発して7回1失点で勝利投手となり、 チームは3連勝で16年ぶりのリーグ優勝。サンディエゴ・パドレスとのワールドシリーズでは、第1戦と第4戦に先発し、いずれも2失点完投勝利。チームは4勝1敗でシリーズを制し、ワールドチャンピオンの栄冠を手にした。1986年4月7日のボストン・レッドソックスとの開幕戦で、1回表に1番のドワイト・エヴァンスに初球を本塁出され、 史上初となる開幕戦初開表戦闘打者初級本塁が起死した。なおこの試合はメジャー最古の球団シンシナティレッツが他球団に先駆けて開幕戦を行うトラディショナルオープナーの観光を破りレッツよりも先に開幕戦を行ったためエヴァンスは文字通り同年のメジャーリーグで最初の打者だった。同年は後半戦で十二勝と調子を上げ十一勝八敗。 防御率3.27223奪三振、リーグトップの6完封と高成績を残したが、キャリアワーストの40非本塁打を記録した。1987年は前半戦で9連勝を記録するなど12勝を挙げ、4度目のオールスターゲームに選出される。シーズン通算で18勝11敗、防御率3.38208奪三振を記録。チームは、 トロントブルージェイズとの熾烈な優勝争いを演じ、残り8試合の時点で3.5ゲーム差をつけられたが、逆転し、3年ぶりの地区優勝。ミネソタツインズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第2戦に先発したが、8回を完投したものの6、失点で敗戦投手となり、チームも1勝4敗で敗退した。オフにフリーエージェントとなるが、再契約。 1989年は、開幕6連敗を起死した上個勝で2ヶ月、戦線離脱し、6勝14敗、防御率4.86と不本意な成績に終わった。1980年から1989年に、かけての10年間で、計162勝を挙げ、1980年代のメジャー最多勝投手となった。1990年は、 リーグ最多タイの36先発、11関東を記録したが、15勝18敗、防御率4.51、リーグワーストの144失点と振るわず、オフに再び、フリーエージェントとなった。1991年2月5日に、故郷のミネソタツインズと1年契約。序盤は不調だったが次第に調子を上げ、前半戦で8連勝を含む11勝を記録し、 4年ぶりにオールスターゲームに選出され、先発投手を務めた。シーズン通算で18勝12敗、防御率3.43と復活を遂げ、チームの4年ぶりの地区優勝に貢献。ブルージーズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは2勝を上げる活躍を見せ、チームは4勝1敗でリーグ優勝を果たした。アトランタブレーブスとのワールドシリーズでは、第1戦、第4戦、 第7戦に先発。最終第7戦では、延長10回を完封して、チームのさよなら勝利を呼び込み、ワールドチャンピオンに輝いた。2勝0敗、防御率1.17の活躍で、シリーズの MVP も受賞。サイヤング賞の投票は4位だった。そのままツインズに骨を埋めるかと思われたが、フリーエージェントとなり、12月18日にブルージェイズと契約し、 一年限りでツインズを去った。1992年は21勝6敗、防御率4.04の成績で、ケビン・ブラウンと並んで2度目の最多勝利のタイトルを獲得し、チームの2年連続地区優勝に貢献。オークランドアスレティックスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第1戦で完投するも敗戦投手。第4戦でも4回途中を失点で降板と、 不本意だったが、チームは4勝2敗で、球団創設以来初、カナダの球団としても初のリーグ優勝を飾る。自身前年に続きブレーブスとの対戦となった、ワールドシリーズでは2試合に先発したが2敗、防御率8.44と打ち込まれた。しかしチームは4勝2敗でブレーブスを下し、カナダに初めて、ワールドチャンピオンシップが渡った。百九十三年四月六日の、 シアトルマリナーズとの開幕戦で先発し、メジャー記録の14年連続開幕投手となるが、序盤からゼフ不調で4月終了時点で1勝3敗、防御率11.51。その後も、防御率が6点を切ることは一度もなく、7勝12敗、防御率6.19に終わる。チームは3年連続で地区優勝を果たし、ワールドシリーズに連覇も達成したが、 ポストシーズンのロースターに入ることすらできず、12月5日に解雇された。1994年2月10日にクリーブランド・インディアンズと契約。途中5連勝を記録するなど10勝を挙げたが、防御率は5.60に終わり、1994年から1995年の MLB ストライキ直前の8月9日に解雇された。 12月22日にシンシナティレッツと契約して再起を図るもメジャー昇格はならず引退。1996年には独立リーグのセントポール・セインツでプレーした。引退後は主にフロリダ州レイクランドに在住しタイガースのスプリングキャンプにおいてスペシャルアドバイザーとして投資コーチを務めるほかツインズの専属解説者を務めている。 1980年から93年にかけて14年連続で開幕投手を務めたが、これはメジャー記録である。1987年、1988年、1991年、1993年はアメリカンリーグの投手で最高年俸であった。これほどの活躍をしながらサイヤング賞のタイトルには縁がなかった。アメリカ野球伝導入りの選出を行う。 全米野球記者協会の投票では2000年に資格を取得したが、得票率は最高でも67.7%であり、75%が必要な電動入りの資格は満たせず、2014年に電動入り資格を創出した。2018年、ベテランズ委員会の選出でアメリカ野球電動入りを果たした。電動入りを記念し、 モリスのタイガース在籍時の背番号47が永久欠番に指定されることが発表された。2021年8月17日、デトロイトタイガース対ロサンゼルス・エンゼルスの試合において同ゲームのテレビ解説を担当した時に実況アナウンサーから大谷翔平の対策について問われた際にアジア人のアクセントを真似るような口調で非常に注意しなくてはいけないと発言した。 その後、モリスは中継内で謝罪したが、SNS において批判が殺到し、同ゲームの中継を担当したバリースポーツデトロイトは、モリスの発言について謝罪すると同時に放送業務に、携わることについて、無期限で停止させることを発表した。速球、スライダー、スプリットフィンガードファストボールが得意球。そのため冒頭が多く、リーグワーストを6回記録した。 通算206冒頭は史上第8位である。ありがとうございます。